はい、こんにちは、テイクアールです。今回はアウディドライブということで富良野美瑛方面へ行ってきました。で、まずちょっとご紹介したいのがこちらの水筒、サーモスの水筒なんですが、保温効果が高く超スリムで車のドリンクホルダーにスポッと入るサイズ、片手で簡単に開閉が可能なのでドライブのお供に最適です。そして最初の目的地、芦別の三段滝に到着しました。駐車場から徒歩で 2、3分、まあまあ綺麗な滝があります。早速歩いていくとマムシ注意の看板、カラーの蛇でも、これは青大将なので大丈夫。そしてこちらが三段滝、どこからどこまでが1段なのかよくわからないのが特徴で、数え方によっては4段にも5段にも見えます。そして芦別から車を走らせること約1時間、富良野市に到着。本日最大の目的地、あの有名なドラマ北の国からで五郎さんが住んでいた石の家に到着です。ここは駐車場兼入場口となっていて、入場料500円を支払ってから5分ほど歩くと五郎さんの石の家があります。入場口を出るとすぐに細い林道、ここをのんびりと歩いていきます。さて、ここで北の国からを知らない方へざっくりとストーリーをお話しします。主人公は田中邦衛さん演じる黒板五郎、空よりも広い心と海よりも深い愛を持ったちょっと天然のおじさんです。そのおじさんと愉快な仲間たちのドタバタ劇なんですが、周りの人間が今風に言うととにかくゲス、ほとんどの主要キャラが不倫をするという、不倫に始まり不倫に終わる、そんなドラマなんですが、富良野の大自然と五郎さんの人柄がとても爽やかに、そして感動的に物語を進めていくため、気がついたら泣いているって感じのすごいドラマです。そんなわけで、全ての北海道人が愛してやまない北の国から、まさにここは聖地です。走行しているうちに見えてきました石の家、正直言って感動のあまり軽く震えました。まさに撮影当時のまんまって感じの保存状態で、家の隣の風車も元気に回っています。北海道の冬場の環境を考えると、こうして保存するのは本当に大変な苦労があると思います。本当はこの家の中もお見せしたいのですが、中には数々の写真が飾ってあり、著作権の関係でネット公開 NG となっております。そしてこちらのテラス、覚えていますか皆さん、小吉が五郎さんに蛍ちゃんをくださいとお願いした場所です。そしてこちらのお風呂場、ここで思い出すのが、柊が五郎さんにお別れを告げるシーン、もうこの家の周りを歩いているだけで名場面の数々が頭をよぎって感動の嵐となります。はい、そして石の家からちょっと歩くと、こちらの家が五郎さん一家が富良野に来て最初に住んだ家。その時純が言いました。電気がない、電気がなかったら暮らせませんよなんて純は言っていましたが、常識的に考えて電気があっても暮らせないと思います。そしてこんなものまでありました。撮影時に五郎さんが乗っていたトラック、日産ジュニアです。これは多分98年時代の劇中で使われていたものではないでしょうか。いずれはディアゴスティーニで週刊五郎のトラックを作るっていうのが出るんじゃないかと思います。はい、それではひとしきり感動したところで、そろそろ昼食を取りたいと思います。それにしてもこの日は本当に暑くて、外気温は29度でした。さて、この日の昼食は北の国からの劇中にも出てきた富良野の食堂、熊ゲラさんに行ってみました。田中邦衛さんがプライベートでも通っていたという食堂です。そして注文したのがこちら、ローストビーフ丼。ちょっとお高めですが、味の方はもう絶品、ほぼほぼ生肉なのに炭の香りが口いっぱいに広がります。さて、美味しい昼食の後は美瑛町に移動してきました。美瑛町といえば青い池、天気が良ければここの池は絶対に見た方がいいです。それでは少し黙りますので、神秘の絶景をゆっくりとご視聴ください。はい、というわけで次に行きます。青い池を見たら必ずセットで見てほしいのが青い滝。青い池から車で 2、3分のところにあります。こちらのブルーリバー橋というそのまんまの名前の橋から下を見下ろすと、これぞまさに絶景。滝が青いかどうかは別として、この川を流れているのはどう見てもソーダ水。テイガール的にはパッチワークの丘もいいけど、美瑛に来たらこの青い池と滝が絶対におすすめです。そして帰り道、富良野の六花亭でぶどうソフトをいただきました。このソフトクリームは本当に絶品です。ここ3年で4回富良野美瑛方面にドライブに行っていますが、絶景に飽きることがないのと、美味しい飲食店が多いので何度でも行きたくなる北海道の中でもおすすめのドライブスポットです。というわけで、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ドライブ動画と言いながら、ドライブ映像が極端に少ないのは不慮の事故により映像データが破損したためです。以後気をつけます。それではまた。